機の、トップスタイリストの森と申します。グルービーのスタイリストをしています。森です。よろしくお願いします。ピープルスタイリストのまゆかです。よろしくお願いします。今フリーランスでヘアメイクと美容師をしています高見美希と申します。なんかヘアセットのご予約いただいて、ヘアアクセサリー何か持ってたらお持ちくださいって伝えると、結構多くの方がやっぱ持ってこなかったりとか、もうちょっと可愛いなんかアクセサリーとかあればいいのになっていうのをずっと思っていて、自分のお客様に対してもそうですし、これからなんか需要が結構あるのかなと思ったので、ブランドを立ち上げたいなと思って、ヘアアクセサリー中心 の, ブランドにしたいなっていうのを思って、ブランド立ち上げました。サロンワーク中にお客様とお話ししてる中で、髪についての悩みだったりとか、いろいろ聞いてる中で、もうちょっとそのヘアを楽しめるものだったりとか、そういうのがあったらより楽しんでもらえるかなと思って作りたいなって思ったのがきっかけです。でコームを作ってるんですけど、日本の製品ではなくて外国のものだったので、パーマーヘアとかを解いたり、アフロの方とかすごいもう宿毛のくせ毛の方が使うようなすごい粗いコームをお団子に刺してアクセサリーとして使ってたんですけど、なんかもともと刺す用のためのコームじゃなかったので、仕事をしてたりとかするとちょっとスルスル取れちゃったりとかして、で使いにくいなと思ってたんですけど、それは可愛くて気に入っていて、でこれを刺す用で作ったら可愛いのかなって思ったのがきっかけで作り始めました。コロナになったばっかりの時に、なかなか地方の方だったり結構遠くに住んでらっしゃる方がお店に来れないっていう状況が続いた時に、何かそういう人のために何かできないかなって思った時に、ヘアを通して何かを提案したかったので、ヘアウェア系をやりたいなって思い始めて始めようかなって思いました。お店に来たくてもちょっと遠くて厳しかったりとかする方が、そのヘアウェアを購入してくださって、でわざわざご連絡いただく際とか、あとはたまになんですけど街で見かけた時とかは結構やってよかったなって思います。結構嬉しいですね。自分のお客様だったりがやっぱヘアセットしに来た時に買って使ってくださったりとかするのがすごい嬉しいのと、あとはなんかやっぱり今インスタとかでリアルタイムで買ってくださった方が上げてくれたりとか、使ってるの喜んでくださったりするのがちゃんとこう形として返ってくるので、それがすごく実感できて嬉しいなって思います。今来てるお客様が買っていただいてお店に来る時につけて切っていただいたりとか、それでまたなんかそれを使って最後アレンジしてお返しするみたいなのが嬉しいなって思ってます。企業を通してコラボレーションさせてもらったりとか今してるんですけど、そういうのも貴重な体験ができたなっていうふうに、それは良かったなと思って。最初の梱包してた時期とかは自分でしてた時はちょっと大変だったかなって思いました。で今はもう委託してるので今はかなり楽にはなりました。やっぱり工場発注のものって在庫を抱えるので、結構その在庫をまずバンと抱えるのが部屋もそうですしなんか履けさせるのがやっぱりちょっと大変だなって思ってます。サロンワークとの両立の仕方とかが今もバランスが取るのがちょっと難しいなって思ってるところです。送る時とかも
一個一個今全部手作業でやってるの でちょっとなんかメッセージ入れたりとかしてたので、それをもうなんか最近の中じゃ書いたことないぐらいの文字数書いたりとかしてそういうのがもうなんか時間が結構かかるんだなと思って、まあ、その部分はでもあんまり妥協してやりたくないなって思ってたので、うん、なんかその辺のバランスの取り方がまだ難しいなって思ってます。受注生産で作っているので、まあ、その1ヶ月後にぴったりにもらえないと配送が遅れてしまったりとか、そういうのが大変かなと思います。なんだろう、仕入れ先というか、発注元ってどうやって探したんですかって聞いたんです。インスタで見つけて直接お会いして話して始めたみたいな感じで、そこにお願いしたって感じで。個人の方なんですか？私も工場の方にお願いしていて、そこの方とお会いして話してって感じです。私もお聞きしたいです。私はインスタで声をかけてもらった、本当に職人さんみたいな方に、浅草の方でやられてる方なんですけど、この工場の社長さんに声かけてもらって始めました。サロンワークとの両立だったりとかはどういうバランスで組み込んでやってるのかお聞きしたいです。私フリーランスなので、その辺ある程度時間の融通効くので、まあ、仕事やっぱ休みの日だったりとか、あとは何だろう、受注で取ってるものだったりとかは、その受注明けの日を一時オフにして、まあ、その日当てて、発送作業したりとかしてます。レギュラーサロンで働いてたら今の時間の使い方はできないなって、もう不可能だなと思うので、逆にすごいなと。今はちょっと働き方が変わりまして、休みがちょっと多くなったっていうのがあって、まあ、ちょっと融通を聞かせていただいてありがたいことに。なので、まあ、フリーランス、まあ、所属フリーランスみたいな感じですね、はい、なので、まあ、前よりはちょっと時間が増えたので、まあ、動きやすいなっていうのはありますね。やりたいなと思っていて、まあ、今フリーランスで美容師と、あとヘアメイクは特にそのウェディングのヘアメイクの今現場に立たせてもらうことが多いので、まあ、それが最終的に美容師とアクセサリーとウェディングがこう3つつながればいいなって思ってます。ファッションも好きなので、そのファッションの部分展開だったりとか、それでヘアとファッションをつなげていけたらいいなと思ってます。今はヘアとファッションっていうのを突き詰めたいなっていうのと、まあ、それを通して表現したいって思っているので、まあ、まだまだ認知されていないブランドだと思っているので、これからもっともっといろんな人の手に届いたらいいなって思うのと、まあ、今オンラインだけなので直接見てもらえる、まあ、なんかそのプラットフォーム作ったりもしたいなって思います、はい。